満初代の二等兵です。T 隊長です。隊長でございます。はい、まあ、見ての通り、うん、ハゲなんでね。毎週火曜日と金曜日に頭を刈るんですよ。で、頭を刈るときに、大体その YouTube で音楽を聴いてるんですね。で、前の動画でもちょっと話したんですけども、よくなんか人の恋愛の、恋愛泥棒だって言って、なんかその失恋の曲ってかけて、そうそう、失恋の時に聴きたくなる曲みたいなのがいっぱいかかっていて、失恋ソングみたいな、そう、そこにいろんな人がその失恋した時の思い出とかわーって書いてて、それを見て一緒に泣くっていうのをやってる中で、切ない曲って最近聴きながら、その切ない曲って出た時に、死にたくなった時に聴きたい曲っていうのが出てきて、なんだこれはと。それ聴きました？見ました。ちょっと愕然としたのが、あ、そんなにね、そのリアルになんかもう、あ、きつい、生きづらいって思ってる人が多いんだな。なんかその失恋に対しては、なんかまた失恋泥棒しちゃえって、気楽に、あ、そんなこともあったなみたいな、そう、自分もあったなって思い出しながら、思い出しながら、で、なんかそのさめざめと泣いてる自分に酔うみたいなことができたんですけど、ね、泣いてすっきりするみたいなところですよね。もうで、汗を流す、お風呂で髪を切り、お風呂で汗を流して涙も流すっていうデトックスで、ちょっとその、死にたくなる、死にたくなった時に聴く曲っていうところを見た時に、ちょっとなんか、あの、自分もその、今こんなことやってますけども、寝れなくなった時はあった。あの、仕事が嫌で、電話営業の仕事に一時期ついていて、その今の職場で、いや、じゃなくて、もう、いや、うん、大学卒業して、テレアポみたいな感じ、もうそんな感じの、自分にとってはきつかった、の時には寝れなくなったんです、確かその時はもう絶望しかない、人生に、あの、もうこのまま俺このままなのかと、ずっと会社では罵られ、それはリアルに罵られ、お客さんにじゃなくて、お客さんからはもう、ああ、いいかん、相手にもされず、相手にもされず、で、その状況で何をやっとるんだみたいな感じで罵られるみたいな。で、こうやってお茶を飲むじゃないですか、お茶を飲んでお前は金が儲けられるのか、飲む暇があったらかけろ、電話帳上から一個ずつかけろ、ブラックですねっていうところで働いていたので、それは壊れますよね。で、それを読んだ時にちょっとその時の自分がわーってきて、はーってちょっと感傷に浸るレベルじゃない、はい、で、その時自分がやっていたのは多分その、まあ、自己啓発の本を読んでいくんですね、そこから、あの、願い事は何でも叶う、引き寄せに入っていくんですけども、やっぱりその、何も引き寄せられない自分がいるわけじゃないですか。読んだところで、あなたが思った通りになるって書いてあるけどさ、その、読んでる瞬間は気持ちいいんですよ。でも、閉じた瞬間に、闇が待ってるんですよ。現実が待ってる。そっていうのは？いや、だからその、できない。できない自分。認められない自分と向き合うじゃないですか、社会って。で、そういう評価を人からされる、お金っていう形とか、彼氏がいる、彼女がいないっていう状況とか、親からは、どこどこの誰々ちゃんが結婚したって、みたいな、お金を入れなさいとか、いついつ何歳になったらいくらにアップしますとか。結婚して出てくるまではみたいな、そう、っていうのが入ってきて、あ、なんかまさしく、そういう人たちが YouTube に、あの、悲鳴を上げてるのかなっていうのを見て、なんとかできないのだろうか、まあ、といってね、なんかそのそういう自己啓発の本を書く人とか、例えば、まあ、有名どころで言うと、あの、今 YouTube で言うと大悟さんとか、ホリエモンとか、勝間さんとか、で、が、まあ、そのよく人生こうするといいよみたいなのを挙げてらっしゃるのは、
成した人、成した人が挙げてる、我々成してない人こういう見方また僕っぽいんですけどね、が言うのもなんですけども、なんか頑張れるヒントとかね、なんか伝えたいななんて、まあでもなんか人によって違う気はするんですよね。というのは例えば僕はそのテレアポの会社じゃないかもしれないですけど、そこの二等兵の会社に大学を卒業して就職したとするじゃないですか、はい、うん、大学卒業して行きましたよ。多分僕だったらすぐ辞めちゃうと思うんですよ。でもまた縛ってくるのが、例えば新卒で入りました、いや3年は続けなさいっていう、なんかその社会的なバイアスってないですか。その辺は僕の場合はその気にせず辞めます。なるほど、私はそこに縛られたんです、辞めちゃいけない、とか、そのいや今ねなかなか正社員なんてなれないよ、契約社員は厳しいよ、っていうこのまた縛りもあるじゃないですか、これね生きづらい人にとっては生きづらいと思うんです、なのでその人によって多分この悩みが違うんじゃないかなって、まあ、人の感覚というか、まあ、そうですよね。うちで行くとこうエニアグラムやってるじゃないですか。やってます。エニアグラムで9つのタイプがあったりする。はい。とその9つの人でその悩むか悩まないかも違う部分で悩んだりとか、例えば僕だったらその会社に入ったらすぐ辞めちゃうみたいなことを、辞めれる人はいいよって思うんですよね。そう、はい。っていう、だから僕だったら多分そんなに悩まないと思うんですよね。逆に辞めた後に。どうするんだってことで悩んだりとか、ああなるほど、っていうのはあるかもしれないですけど、嫌なとこにこう留まり続けるみたいなのは多分ないんじゃないかなって。頑張ったんですよね。とか、で僕はたまたまそのジョブズが iMac を出したことで、Mac を買い、ちょっとずつ人生は変わっていったんですけども。おっしゃる通り、人それぞれ多分違うんですよね。そうそうそう。だから僕なんかが言うと、そんなんやめたらいいじゃんってなるけど、本人からしたら多分違うんですよ。やめられないようなんですよ。気軽にこう、そんなんやめたらいいよとか言って、ホリエモンだったら多分言うと思うんですよ。言います。やめたらいいじゃんって。バカじゃねえの、お前って言いますよ、多分。って言うと思うんですけど、それはまた違うんだろうなって。その人にはその、なんかこう、囚われてる部分が。握りしめてる部分があって、やめられないみたいなのがあるので、やめたらいいよっていうのは多分答えになってない。はい。じゃないかなとは思うんですよね。本当それで。で、その、で、僕は一時期、その自己啓発の本、かなり、アファメーションの本とか、かなり読み込んでいって、まあ、いろんな、その、心や陣之助さんが流行っていた頃には、その、セミナーに通ったりとかもして、ほおぽのぽのなんてあるよ、みたいな。知らないですよね。知らないです。知らないですよね。知らない。ほおぽのぽの。ちょっと待ってくださいね。ほおぽのぽの。ほおぽのぽのっていうのは、もう、これをもしかたどり着いた方なら、もちろんご存知だと思うんですけども、ハワイの伝統的なメソッドですと。ありがとう。ごめんなさい。許してください。愛しています。という言葉をつぶやくだけで、誰でも楽になれます。のがあって。まあ、あの、斉藤ひとりさんの言うところのついてるついてるですよね、感謝言葉とか、やってないですよね、寝る前に。やってないです。僕はお恥ずかしながら、もうやらないと寝れない時期があった。あ、それやると楽になる。やらなきゃいけないという、まあ、なんでだろう、やると楽になるといいなですよね。あ、楽になるといいな、はい、でやってました。多分見ていただいている方でそういう人も多いんじゃないかなって。すごいわかる。やってた、けど今やってないんですけども、やらなくなったきっかけは、またこれがあの心屋仁之助さんで、心屋仁之助さんは要はいいんだよ、まあ、自分を許しなさいみたいなことが書いてあって、その本を、心屋仁之助さんの本をわーって読んでる時に気づいたんです、あれって、要はあなたこんなにダメだ、なんかダメだダメだって思ってますよね、わかりますよっていうのが書いてあるんですけど、あれ俺ってこんなダメだったあれってダメだって思わされてる。そう、その
あれ俺ってこんなダメじゃねえよなで、まあそこまで行った時ですかねに、あれ違うってダメじゃないことに気づいた。そう、俺こんなダメじゃないはずってって思った時に読むのをやめようと。で、読むのをやめて、でも何かしないと、うん、今心にあるモヤモヤとか、うん、なんか将来どうしようとか、うん、このまま生きていけるのかなっていうのがどうしてもやっぱりモヤモヤはしてるので、うん、何かしなきゃの時に、うん、まあたまたま自分がやりたい、うん、何か発信したかったんでしょうね、うんうん、でも僕の時ってお笑いやりたいと思っても、うん、松本人志っていう神がいて、うん、楽しいと面白いは違うんや、うん、あ、俺違うって面白い人間じゃない、うん、でも何かやりたいっていうのがあって、まあ、コワーキングスペースっていうところで、うんうん、何か自分で発信できることができないかで、うん、ここにたどり着き、うん、エニアグラムっていうのがあるよで、うん、エニアグラムを知り、うん、エニアグラムの紹介をしているみたいな、うん、そうですね。その発信も動画、はい、動画 YouTube やりたいみたいな、はい、うん、でエニアグラムっていうのがその先ほど隊長がおっしゃった、うん、その要は各人それぞれ悩み事が違うよね、うんうんうん、そうそうそうっていうのが、うん、分かるものだったと、うんうんうん、でそこに僕が当てはまったのが、うん、要は常にあなたは不安っていうものを持っていて、うん、それはなぜかというと、うん、未来を考えすぎるからだと、うんうんうん、であなたはその不安は別に、うん、なんていうんだろう、変な話、うん、常につきまとうって自分はそれを知ってから、うん、あっていいんだ、うん、要は今まではその、うん、不安があったらダメだ、ポジティブに生きなさいって書いてあるし、うん、書いてありますよ、ね、書いてあるんですよ、いろんな本に、うんうん、あっちゃんとかも全肯定して生きようみたいなことを書いてあるんですけど、うんうん、無理なんですよ僕ってなってたんですけど、あ、いいんだ、うん、全肯定しなくていい、うんうん、アドラー的に言うと、うん、自己重要だと、うん、認める、認める持ってていい、うん、ってなってから、うん、あ、なんかちょっと楽になったんですね、うんうんうん、っていう、なんかその死にたいっていう人たちは、うん、自ら落ちていこうとしてるんじゃねえかと、落ちていこうとしてる、まあ、死にたいレベルの人はそんな感じはしますよ、まあ、死にたいで死にたい曲を聴く人、うんうん、あ、死にたくなった時に、うん、聴きたい曲、その、まあ、死にたいも本当に死にたいのか、まあ、浸って楽になるのはあると思います、うんうんうん、それすごいわかります、うんうん、はい、っていうところで、すっごい落ち込んだ時にさらにこうそういう悲しい曲を聴いて、まあ、デトックスみたいな、そうですね、感じで、もしくは尾崎の歌とか聴いて、うん、そう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 、おし俺も強く生きようみたいな、うん、で思ってるのか、まあ、本当に死にたいと思ってるのかみたいな、まあ、人はぜひなんかちょっとエニアグラムっていうのでね、うんうんうん、なんかちょっと自分、うん、そうそうそう、その反応した、勝手に自動反応ですかね、自動的にその癖みたいな、はい、うん、でその癖って本当のあなたですか、うんうん、本当になりたいあなたですかっていうところだと思うんですよね、うんうん、まあ、そこがずれてるから苦しいみたいなところもあるじゃないですか、はい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 、うん、例えばこうなりたい自分って言った時にジョブズになりたいんだとか、まあ、そこまで大きくなくても、はい、こう成功して年収1億稼ぎたいんだ、はい、なる方法って本がありますからね、そう、はい、で思った時にじゃあそれをするためにはこういうふうにしなきゃいけないよねっていうその人のやり方が書いてありますよね、うん、そうそう、はい、でそこにこう無理やり当てはめようとするとそれが苦しかったりするじゃないですか、ギャップ埋められないギャップが、ね、埋められないギャップが、はい、自分にはここまでできないみたいなギャップとかが出たりとか、はい、やったつもりでも結果がその人と同じようには出なかったりとか、はいはい、で苦しんだりとか、はい、っていう、まあ、そもそもそれって本当に目指したいところなのかみたいな、ありますよね、うん、というのはあると思うんですよね。なのでそこもまたなんか違ってる可能性も、一般的に成功者みたいなところが本当に自分の生きやすいところなのかみたいな、はいはいはい、あとまあ自己啓発、うん、啓発、うん、
啓発、自己啓発。無知の人の教えを導き、その目を開いて物事を明らかにさせること。うん、で、まあ、啓発って意味が難しいんですけど。失礼な言い方。そう、失礼だなんですよね。じゃなくて、ちょっと自分を発見すると、うんうんうん、まあ、自分って分かんないじゃないですか。うん、まあ、自己探求。そう、うん、の、なんか物差し的なものを一個ね、うんうん、あの自分に身につけると、うん、ちょっと楽になるかもしれないよっていう、うん、そう、そこですよね。まあ損失的に言うと己を知ればみたいな、自分は、はい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 、一番難しいところだと、まあ、僕じゃあお前が知っとんのかって言われると、うん、まあ探してる途中ですけども、うん、一旦この自己啓発のラインからは離れることができたんですね、うん、でまあ本当の自分を知って、で本当の自分っていうのはまた、あ、で要は、うん、あの楽になった、うんうん、本当の自分は分かんないけど、うんうん、その俺ダメだ、いいんですよ、うんうん、いいんですよ、いいんですよって言えばいいんですよ、うん、のところからは離れることができた、うんうんうん、のでなんかそんな物差しがみんなにも行き渡ればいいなっていうのが本当ちょっと思ってます、うんうん、偉そうですいません、うん、僕は啓発してるつもりはないですあの、うん、体験を語っています。体験をあの個人の感想です。そこですよね。まあ、なのでこう人それぞれ悩みが違う。そう。うん、こういうなんか不安だ不安だとか。私みたいな、うん、はい。っていうのは僕にはそんなにない。ほうポノポノを知らないんですもんね。知らないです、うん。だからそのアファーメーションみたいなのも、はい、やろうと思ったことはある。あ、やったことはあまりない。ただ。あの、あまりない。あまりないというか、こう、セミナーとか行くじゃないですか。はいはいはい、そうすると、すごく成功してる人がいるじゃないですか。いますね。で、その成功してる人がやってたって聞くから、はい、あ、やったらいいかもしれないなって思うじゃないですか。はい、次の日もうめんどくさい。でも、その人たちがいるのは、うん、だいたい僕たちのそういうのに来て、うんうん、80% の人はやりません。うん、で、何%の人はこうです。うん、で、1% の人だけが、ちゃんとやって、ちゃんと成果を上げるんです。うん、あ、そうそうそう。1万円を今破り捨てましょうみたいなのをやるじゃないですか。はいはいはい、で僕は本当に1万円は破ってないですけども、うん、あの電車に乗ってる時はずっとその30分間はずっとそのアファメーションですよ。うん、やりましたよ。うん、だからやったことがね、まあ面倒くさいって気持ちもあるし、はいはい、ついつい忘れるっていうのもあるんですよ。で、やってたけど結局それでは楽にならなかったんですよ。うんうん、あ、そもそも苦しくないです。なるほど。目的が苦しいからそういうので楽になろうっていう目的ではなくて、あの人成功してるからやったら成功するのかなっていう。なるほど。あ、そうやってやっぱり考え方って考え方も絶対違いますよね。そうそうそう、はい、でその辺が違うので、その僕が思ってるアドバイスが多分全然効かなかったりすることあると思うんですよね。そうだから私がその電話営業の時に、うんうんうん、いや、やめればいいんだよ。やめればいいんだよ。多分僕ならやめてる。で、僕は、まあ、うん、ちゃんとそこで電話営業1年間は続けたんですけども、うんうんうん、苦しい中、うん。どうやめるかばっかり考えますよ。そうですよね。でも、これはね、やっぱり社会的な、なんて言うんだろう、社会人で、うん、正社員であらねばとか、うんうんうん、やっぱそういうのはやっぱ付きまとうんですよね。うんうん、まあ、もっと僕よ、お前の苦しみなんて全然だよって思ってらっしゃる方もいると思います。うん、はい。逆に、どうアドバイスしますか？同じような境遇で苦しんでる若い23歳の男の子がいたとしたら。はい。今だったらやめればいいし、まあ。なっちゃいますけどね。まあでも、なんでこうやめれないのかっていうのをこう、一つずつ手放していきましょうみたいな、ね。そうですよね。はい。っていうのを、まあ、うん、一緒になんかやっていければなって。はい、思ってます、うん、週に4本か5本ぐらいは動画をアップしてます、うん、はいはい、で我々は今のところ、うん、あのチャンネル登録者数も少なく、うん、少ないので、あのコメントを打ってきていただければ、うん、コメントを返すっていう、返す仕組みで今のところやってます、うん、しかも動画に招待したりしますそうですね、喋りましょうってやったりします、うんうんうん、はい、でまあ一緒になんかその、はい、まあ、生きにくい世知辛い世の中ですよ、うん、一緒に生きていければなって思ってます。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、概要欄に、エニアグラムっていう、うん、
動画の紹介をしておくので、もしよろしければ興味のある人、はい、エニアグラムちょっと自分が9つのタイプがあるので、自分が何タイプなんだろうみたいなのを聞かせていただければと、あとその私はこんなことで悩んでるみたいな、何タイプですこんなことで悩んでますみたいなのをセットにしていただけると、あのキャッ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 と一緒に盛り上がりましょうと。それはこうした方がいいんじゃないかって僕なりには思うとかで、僕はいや隊長それは違うみたいなっていうそこ、まあ、悩みだけでもいいんですけど、そうですね、でその悩みからエニアグラムのタイプが分かると、あ、そのタイプだったらこうした方がいいんじゃないのっていうのがいろんな本でこうやって書かれてますよっていう紹介ですよね。それは我々の意見じゃなくて、どちらかというと、エニアグラム的にこうやっていくといいよっていう、物差しが、物差しを言いますっていうことですね。で、まあ、僕たちが学んだエニアグラムでアドバイスをする。ああ、そう、そういう意味です。はい。なんか、ホリエモンでもないお前らにアドバイスなんかされたくねえやって、思うかなっていう人がいるかなって思った、まあ、その人はホリエモンにいたらいいんですよ。そしたら、お前バカじゃねえのって言われる。っていうスタンスでやってます。はい。はい、あの、よろしければ。はい。と思ってます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。